バーガンダリングルビッシュです。今回は戦国無双真田丸続きをプレイしていきます。第12章覚悟、早速シナリオの方を見ていきましょう。上杉征伐の途中で兵を返し、迎撃のために部隊を再編した。家康と三成の対立により真田家は分裂する。徳川方の信行と別れ、正行と雪村は上田へと帰還するが、上田には徳川秀忠の率いる軍が迫っていた。時は慶長5年、ついに天下分け目の合戦の火蓋が切られようとしていた。どこ行くの？気づいてんでしょ。殺気が足りないんじゃない？動揺するような弾。本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけど、やっぱいい腕だよ、先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよ。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。ちょ、待てよ。俺はどうすんだよ、裏切り者そのまま。務めを終えたのなら戻るがいい。戻るとこなんか。あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私のもとにいればいい。雪村様、この本当にバカなんじゃねえの？サスケ！サスケはやはり戻ってはいないか？はい。そうか。ひどいやつですよね。徳川の患者だったんですよ。最初から私たちを騙して。でも忍びってそういうものですから、潜り込んだ手際は褒めてやるべきっていうか。あれ、おかしいな。何言ってんすかね。私はそなたも寂しいのだな。わっ、何をおっしゃいます雪村様。あんな奴いなくなってせいせいしてますから。そうか、早く戻ってくると良いな。だから
間もなく上田だな。はい。されど真田など取るに足らぬ相手、上田は捨ておき、急ぎ軍を正常させるべきと存じます。いやいや、さような真似をして後輩を疲れたら何とする。何と言っても相手は父上に幾度も苦杯を舐めさせたあの真田正幸、捨ておくのはあまりに危うい。しかし、まさか身内を攻めるのは忍びないなどと申すまいな、真田信之。秀忠様、そのおっしゃりようはあまりに。いいな、よせ。けれど信之様。はい、申し訳ございません。承知いたしました、秀忠様。けれど時をかけてはいられないのも事実。一気呵成に攻め落としましょう。数ではこちらが圧倒的なのだからな。踏みつぶしてやろうぞ。はは。徳川軍、こちらへ向かってまいります。ありがたい。無視されては手の出しようがなかったが、これで父上の策もうまくいく。先方は信行様の様子です。ここは巧みに引いて敵を引きつけるのが父上のお考え。兄上との勝負はまた後日となろう。はい。でここからはですね、アクションパートの方に入っていきたいと思います。雲一でのプレイになりますけども、まあ、途中途中でですね、カットインとかが入ってくるので、いつもですねアクションパートに関しては真ん中サクッとカットしてしまうんですけども、ちょっと中盤ぐらいまではこのまま見ていきたいと思います。で、これもいつも通りにはなるんですが、戦国無双に関しては、実況今話している私の僕の声ですねに関しては後から入れさせてもらってますので、この点だけ、あらかじめご承知を聞いただければなと思います。くの一自身はすごく使いやすいかというと、雪村とか正幸、あとはサスケとかに比べると、少し使いづらいという部分があるんですけども、特に囲まれた時なんかね、ちょうど今囲まれてますけど、少し、ね、使いづらいかなというところもあるんですが、それでも雑魚的相手であれば十分に戦えるかなというところですね。体力を削られた時は無双ゲージが溜まりやすいので、逃げて無双ゲージを貯めるっていうね、戦い方もありかなと思います。が登場ですね。前回最後サスケが裏切ったんじゃないかっていうね疑惑を持たれ、さらに先ほどはついにサスケの正体がくの一によって雪村のもとに白日にさらされたわけなんですが、ここでサスケの帰還って感じですかね。任の妨げとなるものは三つ。答えろサスケ、今のお前の任は何だ。俺は任を忘れた野良犬には我が引導を渡してやる。声めちゃくちゃ渋いよな。声質的には多分この半蔵の声が僕の中で一番好きな理想の声かな。雪村様の忍びだ。渋いのに聞き取りやすいって最高ですよね。ならば己が任を全うせよ。はい。でここでサスケも登場するんですが、基本的にはこのままくの一でゲージも溜まってますのでプレイを続けていきます。でサスケと半蔵のいた場所は近かったので、そのまま撃破していくって感じですね。ちょっと飛ばさせてもらいましたが、
で、あのまま敵を撃破してアクションパートの終了という形になります。あんたどうすんの？トイ市場からの撤退戦ですね。行くよ。で、長期合戦は、3パートに分かれてますので、この後また2つアクションパートが残ってるという状態で、1つ目の合戦が終わりです。よく戻ってくれた、サスケ。どうも。戦はこれからが本番だ。そなたたちが揃っているのは何より心強い。改めてよろしく頼む。うっす。では、あとは任せた。あのさ、けじめつけてきたの？ああ、俺は雪村様の忍びだ。2番手だけどね、それは忘れないこと。はいはい、一番はあんたね、先輩。なに？もう先輩に対する敬意をなくしたわけ？花から敬意とかねえし。うわ、やっぱムカつく。帰れ。帰るとこここだし。そういえばそうだった。おかえり。ただいま先輩。殺気がなくなったな。気づいてたんだ。隠しているつもりだったのか。言ってくれるじゃん。それなのになんで真田に置いといたのさ。雪村が見込んだものであるなら使い出があるのだろうと思ってな。言っちゃなんだけど雪村様、お人よしですぐコロッと騙されると思うんだけど。それは物の捉え方が浅い。あれは信頼できぬものをそばに置いたりはせんよ。好きあらばこの首を取るよう家康に言われていたか。別にそこまでは。殺気が隠せなかったのは市場かな。そりゃ師匠にも愛想つかされるや。おう、恨みを買っていたか。親が三方ヶ原で死んだんでね。なるほど、承知した。仇討ちがしたいのならこの戦の後にしてくれるか。いらねえよ、そんなのは俺の戦う理由にならない。おお、なんだよ。やはり雪村には見る目があるようだ。あれの力になってやってくれ。言われなくても。上のお役に立ってみせます。やはり父上の策に皆翻弄されているのでしょうか。いや、そもそも攻め手が緩い。これでは。信行様。秀忠様、ここは数の強みを生かし一気に押し潰すべきです。まあ待て、相手はあの真田正幸、お主の父だぞ。どんな策があるかわからぬ。力攻めなどもってのほか。ならば初めから捨ておけばよかったのです。
産行き様。上田一つにこだわっておきながら、この緩い攻め方、これではあえて時を無駄にしているとしか思えません。その通りだ。ようやく気づいたか。秀忠様、何を。やはりそのようなお考えでしたか。それほどまでにお父上、家康様のことが。まあ疎ましい。大義を掲げながらどんな非情な手も厭わぬ親父殿が恐ろしい。知っておるか、あの方はな、生き延びるため妻や子にまで死を命じたのだぞ。そのような男の天下取りなどどうして手伝って。甘ったれるのもいい加減にされよ。信行様、覚悟もなく何事をなせるものか。家康様は数多の死を背負い、その死を足を止める口実とせず、覚悟を持って進んでこられた。その覚悟の是非を問うのなら、己もまた覚悟を持って当たられよ。我が父と弟が今そうしているように。信行様、ご無礼をいたしました。真田の覚悟、これよりお目にかける。何やら寄せての動きが変わったようです。信行が出てくるな。兄上が。ここからが正念場ぞ、雪村。でここからまた、はい、アクションパートの方に入っていきます。これだけの軍をよく動かしているな、信行。でここのプレイヤブ武将に関しては正幸と雪村になります。まあ最も武器とかも鍛えてるし、戦闘スタイルもノーマルな感じなんで、一番使いやすい、使い慣れてる武将たち、武将の2人になりますね。まあ特に正幸に関してはかなりオーソドックスな武将なので、本当に使いやすい感じですね。それでいて無双も強力なので本当に使いやすいんですが、まあ、この先正幸はね、まあ、大阪の陣に向けて死んでいってしまうので、まあ、強化する武将に関しては今後は雪村の方にシフトしていこうかなと思います。雪村、サスケ、あとくのいちで、まあ、今後多分チャチャとかも使うケースが増えてくるのかなと思うので、まあ、チャチャも含めたこの4人ぐらいを鍛えていくのがいいかなとは思います。でこのままアクションパートを進めていきましょう。さて次はどこを落と。雪村もねやっぱり使いやすいですからね。こんな小勢相手に何を見る。怪我をかけさせたな雪村。最後はしんがりを務めていた稲姫を撃破してアクションパート終了になります。ここまでです。撤退します。兄上、徳川軍引いていきます。十分引きつけたと言ってよいが、もう一押ししておくか。はっ、進撃に移ります。信行はわしの打つ手を心得ておろう。やぶ蛇にならぬようにせよ。心得ました。秀忠様、何故軍を引かれます。不覚を取りましたが、次こそは必ず。もうよい、真田の覚悟十分見せてもらった。これ以上親兄弟で争う必要はない。秀忠様、そもそもかようなところで時を無駄にしてはおられぬのだろうが、急ぎ関ヶ原へ向かうぞ。母だが
父上はたやすく引かせても来るまい。ではこの第2次上田合戦最後の合戦アクションパートに入っていきましょう。ここは最後信行と戦うことになりますね。先ほどと同じく正行と行くのになぁプレイヤーベルでしょうね。で最後信行と戦うことになりますけど、その信行がねかなり強かったですね。ちょっと気を緩めるとあっという間にゲームオーバーに追い込まれそうな、そんな強さなので、まあ、体力がある程度減ってくるとゲージが無双ゲージの溜まりが速くなるというか、まあ、勝手にガンガン当たっていくので、体力を削られたら少し離れて、まあ、無双ゲージを溜めるというチキンプレイにはなるんですが、まあ、今回はちょっとそういうプレイスタイルとシナリオの方は進んでいます。さすが信行っていう感じの強さ。雪村も正幸もかなり武器に近いであるんですけど、それでもかなり苦戦したってことは、まあ、それだけ信行の強さが際立っていたのかなというところですね。まあ、ここ最後になりますけど、さっきお話してて信行から逃げて無双ゲージを貯めているところです。で溜まったところで無双を発動という感じですね。それで第2次上田合戦長期合戦の終了という形になります。撤退する。父上、雪村、真田の戦見事でした。譲れぬ者のため戦い抜いた。お前の戦もまた真田の戦だ、信行。譲れぬ者のために、いつなりかは志を遂げられただろうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。